はい、みなさんこんにちは、かっちゃんです。にゃがいもということで、今日は鶏胸肉と長芋を使って混ぜて焼くだけで、柔らかな鶏肉とシャキシャキの長芋が美味しいこんがり長芋チキンを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。はい、でも今日長芋100グラムは皮も美味しく食べられるので皮付きのまま使用します。苦手な場合は皮を剥いて使ってください。では長芋、こんな感じでヒゲが出ているので、ヒゲだけ手で取っていきます。ヒゲを取ったら5ミリから1センチ角ほどの大きさに切ります。鶏胸肉小1枚、250g の皮を取り2枚に開きます。開き終えたら1センチ角ほどの大きさに細かく切ります。では今日は鶏皮も旨味が出るので細かく刻んで一緒に使っていきます。苦手な場合は鶏皮を除いて作ってみてください。切り終えたら包丁で叩いて粗めのミンチ状にします。鶏肉を切ったらボウルに入れ、酒大さじ1、片栗粉大さじ2、だしの素小さじ1、醤油小さじ1、ごま油小さじ1、おろし生姜小さじ1を入れ、全体も混ぜ、鶏肉に調味料を揉み込みます。鶏肉に調味料を揉み込んだら、切っておいた長芋を入れ混ぜ合わせます。全体均一に混ぜたら、フライパンに油を引いて中火で熱します。はい、ではフライパンと油が温まったら、合わせた食材をスプーンですくって平らな円形にフライパンに並べます。うまくスプーンで食材をまとめながらフライパンに並べてみてください。はい、ではフライパンに並べたら、そこにこんがり焼き目がつくまで焼きます。はい、ではそこにこんがり焼き目がついたら返します。では返し終えたら弱めの中火にして蓋をして、2分半蒸し焼きします。はい、では蒸し焼きして反対にも焼き目がついて火が通ったら完成なので、あとはお皿に盛り付けていきましょう。オッケー。はい、ではこんな感じで混ぜて焼くだけ、鶏胸肉と長芋で節約簡単美味しいこんがり長芋チキンの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は恒例の鶏胸肉と長芋を混ぜて焼くだけで簡単美味しいこんがり長芋チキンを作ってみました。それでは本日は秋りんごチューハイで乾杯。乾杯。アップ。じゃあ早速いただきましょう。まあ、最近ほんとスーパーとか行って思うのは、食料品もすごくね値上がりしてるので、今回もお手軽で買いやすい鶏胸と長芋を使って長芋チキンを作ってみました。じゃあもうね、下味しっかりついているのでこのままでいただきます。じゃあいただきます。うん、おいチキン、いい味。うん、
食材を切って混ぜて焼くだけで簡単に作れて、しっとり柔らかな鶏肉にたっぷりの長芋がとても美味しいレシピになってます。鶏の胸肉は角切りしたら軽く叩いて粗ミンチ状にすることによって食べ応えがあり、調味料や片栗粉を揉み込んでいるので胸肉なんですけどしっとり柔らかに仕上がります。味付けの調味料もあらかじめ鶏肉に揉み込むことでしっかりと味が入り、醤油プラスごま油を少し入れてごま油の風味が全体に広がり美味しく仕上がります。長芋も角切りにして使うことでシャキッとホクッとした食感がとても美味しいです。鶏胸肉は柔らかなんですけど長芋の食感はしっかりと残り美味しく食べられます。長芋の皮も気になる場合は剥いていただいてもいいんですけど、美味しく食べられるのでひげだけ取ってそのまま切って使うことによって無駄なく美味しく食べられます。調理工程も混ぜて焼くだけ、フライパン一つで簡単に作れて、しっかりね表面にこんがり焼き目をつけることによって焼き目の香ばしい風味もとても美味しいです。フライパンに並べる際もスプーンを使うことによって綺麗な円形に仕上がりつつ、手が汚れることなく簡単に作ることができます。今ねよくこの形の焼き方やってるんですけど、一口サイズで食べやすい大きさなのでおつまみにもおかずにもお弁当のおかずにもおすすめのレシピになってます。なんかほんとこの長芋の食感がいいですね。ちょっとね火の入り具合によってでホクッとしてる場所があったりシャキッとしてる場所があったり、食感の違いも楽しめますし、こうごま油を入れてるのでお酒のおつまみにもぴったりです。で最近本当結構ね物の値上がりがすごくて、私もこうスーパー行ってね牛乳の値段とかめちゃくちゃびっくりしてるんですけど、いろんなもの値上がりしてる中で結構鶏胸肉とか野菜、長芋なんかは結構値打ちに買えるので買いやすい食材で節約しながら美味しく作れるレシピになってます。うん、はい、ということで今日は鶏胸肉と長芋を使って長芋チキンを作ってみた動画でした。しっとり柔らかな鶏肉にシャキッホクッとした長芋、こんがりとした焼き目の香ばしい風味がとても美味しいレシピになってます。ほんと一口サイズで食べやすいので、まあ、会社とかね学校始まった方なんかでもお弁当に入れられるような美味しいレシピですので、気になる人で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ長チキシャキホクは正義